どうも、うずです。本日はカメラの話題でいきたいと思います。で、皆様どうでしょうか。富士フィルムのカメラ使ってらっしゃる方いらっしゃいますか。あんまいないと思う。これ富士フィルムにとっては失礼な話ですけど、私の動画見てる中で富士フィルムの一眼カメラを使ってる方は少ないと思います。どうしてもね、ニコン、キャノン、ソニー、オリンパスに比べるとちょっと地味になっちゃうかなっていうメーカーですが、あ、パナソニック忘れてた。今日はその富士フィルムの話です。で、なぜ今回富士フィルムの話なのかというと、2018年2月15日に発表ありましたね、新型の富士フィルムの X シリーズのジョイカメラですね、 XH1 発表されました。まあ、前々から噂はされてたんですが、いざ発表されてもう早速ですね、カメラ雑誌が、その XH1 の特集を組まれてますね。いろいろ記事を読ませてもらいました。で、私もあの CP プラス行ったら直接触ってさらに感想を言いたいんですが、今回はその記事をね見た中でどんな特徴があってどんなものなのかというところをちょっと動画で簡単にお話ししようと思います。私が興味ある部分での話なので、細かいスペックとか詳細はサイトの方で見てみてください。で、まずボディのサイズ、ボディのサイズはまあ今まで富士フィルムって T2 っていうカメラが上位カメラとして君臨していたんですが、それより一回り大きくなるサイズになってます。で、重量の方も 600g、 ボディが 600g を超えますので、私が使ってるこの GH5 の重さが確か 645g だったかな、ボディの重さが。それとほぼ同じぐらいの重量になります。で、私使ってるこの GH5 ってミラーレスカメラの中では大きい大きい、重たい重たい言われて結構嫌ってるねユーザーも結構いるんですけれども、それと同じぐらいのサイズ、重さということをちょっと頭に入れとくといいかもしれません。私全然満足してるんですけどね、 GH5 の話はいいね。で、富士フィルムの新型の H1 なんですが、見た感じ、写真で見た感じは、グリップの方が結構がっちりと作られていて、男性の手には合うようなサイズで作られてるんじゃないでしょうか。で、富士フィルムのこのシリーズは APS-C センサーなんですけれども、大きめのレンズをつけたとしてもボディがしっかりしているので似合うような形になるんじゃないでしょうか。で、ファインダーの方もかなり高精細な液晶ファインダーみたいなんですが、こちらに関してはその CP プラスで実際触ってみて覗いてみて体感してみたいと思います。ただ富士フィルムはこのファインダーも特徴があってすごく見やすいファインダーを搭載するので、私としては期待値がかなり高いファインダーになっております。おそらくね、見やすいと思います、かなり。で、あとはあの外観 の写真とか見てて気になったんですけど、液晶の方がこう上下にね、上下に動くタイプの、チルト式の液晶を採用してるんですが、その背面液晶モニターが横にも開いてくれるようになってて、3方向のチルト液晶って言い方になってるのかな、そういう形でちょっと面白い作りになっております。で、あとはあの特徴としてグリップのところ、グリップの上の部分にサブディスプレイついてるんですけれども、これちょっとキャノンですよ、キャノンですけど、今回の H1 もサブディスプレイが搭載されてて、そのデザインが面白いですよね、富士フィルムらしい。普通こういう風にちょっと横長で斜めにちょっとねカットされてたりとかして、ちょっとデザイン性を気にするような液晶ディスプレイを搭載するんですが、富士フィルムは真四角かな、ほとんど真四角なような状態のやぼったいサブディスプレイを採用していて、これが逆にあのかっこいい、これ逆ね、逆にかっこいい、何の逆だ、ちょっと男心をくすぐるようなサブディスプレイ搭載してますね。この辺が富士フィルムらしくてすごい好きです。で、今回のこの H1 は動画撮影機能をかなり強化されてるということなんですが、ここすごく気になるところがあるんです。能力に、エテルナっていう機能があって、機能というか名前のものがあって、これは何なのかというと、動画撮影に適したフィルムシミュレーションとして映画用撮影フィルムをシミュレートしたエテルナを新たに搭載。映画用撮影フィルムをシミュレートした機能、落ち着いた発色と豊かなシャドウトーンが特徴で、ダイナミックレンジ 400% と併用することにより、ポストプロセスでカラーグレーディングの手間を大幅に軽減しながら完成度の高い映像の収録を可能にしているという話でございます。この話になるとちょっと一般の人はよくわかんないよね。ここもちょっとざっくり説明してしまうんですけれども、映像を今撮るカメラで、ログ撮影っていうのがあるんですよ。後から色付けとかそういったもの、味付けをしやすいような撮影方式というのがあるんですよ。で、富士フィルムは確か F ログって名前だったかな、 F がついたと思うんですけど、 F ログ撮影っていうのができて、まあ、それを後からちょっと色編集みたいなものをするのがカラーグレーディングっていうんですが、それをしやすいような作りになってるものを搭載してます。だからやっぱりこの辺で言うとちょっとプロ寄りな感じの、撮影性能なのかなっていう感じはしますね。まあ、ただこの動画がすごいなっていうのをちょっと体験してみたいなっていうのはあります。
まあ、気になる機能はいろいろ他にもあるんですけど、特に自分が気になったのはこの辺ですかね。特に手ブレ補正のところと、そのフィルムシミュレートをかけたエテルナっていうちょっと機能が気になるかなっていう感じです。ただあの富士フィルムのカメラってあの本当にね好きなんですよ。あの買えじゃあ買えよって言われると買うお金はないんですけど、以前富士フィルムのカメラもメーカーさんからお借りしたことがあって、撮影した写真をその現像というか印刷して見たことがあるんですよ。そうするとあのねこれ富士フィルムのカメラで撮ったのを印刷したことがある人だったらわかると思うんですけど、色がねすごい綺麗なんですよ。その夕景とかね朝焼けの写真とか撮った時にその色の階調がほんと素晴らしいんですよ。これはあのソニー、キャノン、ニコン、まあ、オリンパスかな、あのいろんなカメラ借りたり自分で買ったりして使いましたが、富士フィルムは本当感動するレベルなんですよ。でなんでそうなるのかっていうちゃんと理由もあって、まあ、他のメーカーもやってるとは思うんですけど、富士フィルムのその印刷した写真の色とか出来に関してのリサーチ、それがすごいね量をやられていて、その集大成プラス、まあ、80年以上のそのフィルムメーカーとして の歴史もあって、そういった技術を全部合わさって本当にね人が感動するような色の出し方をされるんですよ。だから富士フィルムのカメラが好きな方っていうのはその富士フィルムのカメラが映し出す色、それが好きで使ってる方が多いと思います。ちょっとねこれに関してはねちょっと秋葉のねヨドバシの店員さんと結構熱くこうお話しちゃったところもあったんですけど、あの富士フィルムのカメラ使うと本当にちょっとなんか違った感覚を味わえるっていう、これはね本当に体感してそう感じます。でこの XH1発売の方が3月1日を予定してますので、楽しみに待ってる方もいらっしゃると思うんですが、今予約キャンペーンもやってますので、サイトの方ちょっとリンク下に貼っときますから、ちょっと覗いてみてどんなキャンペーンなのかなっていうのを確認していただけるといいかと思います。別に富士フィルムのカメラが売れたところで私には何の影響もないんですけれども、いいカメラですよっていうのは間違いないんで、いいカメラです。高いけどね。あ、そうそうそう、その高いってところでもう一言、今までその T2 っていうあの富士フィルムの上位カメラがあったんですが、これ使ってる方がじゃあ H1 が出たから H1 に飛びつこうっていうことは考えなくても大丈夫です。ただ手ブレ補正の機能、内蔵手ブレ補正の機能が欲しいとか、あとはその動画関係で今回の新しいそのエテルナ、それが、どうしても使いたいよっていう方だったら買い替えもいいかもしれないんですが、今回のこのH1 に関しては撮像素子も画像処理エンジンも同じものを採用してます、 T2 と。それなので根本的なその絵作りに関しては違いが出ません。だから安心してください。 T2 使ってらっしゃる方は T2 そのまま使ってもいい写真いっぱい撮れます。これちょっと個人的な意見で申し訳ない、富士フィルムの方にはちょっと申し訳ないかもしれないんですけど、富士フィルムのカメラで相性がいいのっていうのは風景写真と、あとはポートレートが相性がいいと私は思ってますので、モータースポーツとかその運動会スポーツ撮影撮れなくはないんですよ。撮れなくはないんですけど、そこはそんなに注目はしてないので、まあ、手ブレ補正は欲しいけれども、まあ別に買い替えるまではいかなくていいんじゃないかなと思います。違うか、富士フィルムは買い替えてもらった方がいいんか買い替えか買い足してもらった方がいいんか、じゃあ買い足してください。ただ本体そのボディの価格だね、その H1 のボディの価格が今のところ実勢売価がおそらく24万円から26万円になると思われているので、なかなか高額なカメラですので、ちょっといいカメラ使ってみたいなぐらいの方は控えといた方がいいかもしれないですね。毎日カメラを使う方とか、まあ、ちょっとプロで富士フィルムのカメラがいいよっていう方が買うカメラだと思いますので、そんな感じに仕上がっております。まだね実機触ってないよね、よく言うよね、早く触りたい、もうね、うんバカだな。ということで、本日は富士フィルムの新しく出るカメラ XH1 の魅力を私なりにちょっと喋ってみたんですが、いかがだったでしょうか。かなり面白いカメラになってると思いますので、触れる機会のある方はぜひ触ってみてください。で CP プラス行かれる方は富士フィルムのこの XH1、まあ、まず飾ってあるはずなので、ぜひ、触れてみてください。でよろしければ感想をまた後日あげる私の動画の方にコメントにください。ではまた別の動画で、バイバイ。もうね、なんだろう、富士フィルムのカメラ本当いいんですよね。知り合いがすごい富士フィルムのカメラ好きでずっと使ってるんですけど、もうその子もね、もうね、本当にね、富士フィルムのカメラね、好きなんですよ、本当に。誰かくれないかな最低だよ。本当いい。あの、富士フィルムのカメラで女の子撮りたい。